はい、というわけで、モンハン。はい。ね。中門軍団最終決。次元でいきなり悪評が 2個ついたからね。なんで知らない。いきなり、あの指下に向けられた2個もついてて、いきなりびっくりしたよ。多分、俺が死んだのが多分面白くなかったんだよ。一応全部見て、ブーってなった。見てもないんかもしんないね。最初のでどうなんだろうね。メトロイドクエと思って見たら、みんなひっくり返ったみたいな。うん、長い割にはそのオチかみたいな。うちらも騙されたって。今回こそメトロイド。悪評つくんだ。メトロモーラン。嘘つくないだから。またつくぞ。やっべって。2つクエがあるんで、まずはヤンガルルガ戦から。知ってるね。メトロイドのボスでこういう敵いたんだよね、鳥っぽいやつ。あ、そうなんだ。最初ラインのボスで。それのパロディだと思います。一応少しでも合わせよう的なね。おもろいど。おもろないど。デドアラでライドウが復活しててさ、ラストラウンドで。ライドウ知ってる最初のボス、デドアラの変なハゲジジイみたいな。ああ、言われりゃいたね、そんな。そうそう、あいつが復活してて誰がこいつ知ってんだろうって思いながらさ。もう、途中でね、普通にあのね。天狗の方が多分みんな知ってると思う。天狗じゃね？天狗だよ。出ました、10点。もっと悪評がつきます。でもガルルカ好きじゃねえなあんまり。好きかい？ね、フロンティアでたっぷり買ってるから。水貫通持ってきなさい。足硬いな。でかいんだね、なんかさすがボスキャラ。あ、でかいね。ちょっと当てにくい。踏まれる。よいしょ。謝りまくるわけです。そしてこかすわけです。かまわず攻撃するわけです。え、で、どくった、どくった。暴れた。うわ、2回暴れ、きついな。回転しなさいよ。いきますよ、強引に。ほい。強引。硬い。ははは、構うものか。困ったときは双剣だね、やっぱり。双剣。またアクションうん、これは双剣であったか。あ、また増えた。悪評かあれなの、その褒めるかけなすしかないの。そうそう、いいねとブーイングみたいな。いいねをついた試しないから。あ、ないんだ。つけていってね。一日一評価。つけてあげたいけどね、あのね、登録しなきゃいけないからできないんだ。しなさいよ。それに悪評がついた。寝た？寝ました。この曲打ち合うやろ。起きた。恐竜です。時に、あ、明日宿題忘れてたと思った時に起きたことだ。おお、確かに。おご。おご。ディアブロスでか、おごおできるわけか。どういうこと？ヤンクックの真似してくださいって言ってんのに。ディアブロスの突進するよね。おこう。見えない、もうシャワー張りに入る。うお、やべえ、おいしいのかもしれない。死んだ、悪評ね。危ない。危ない。やべえぞ。覚えといてください。ぜひ名前だけでも覚えて帰ってくる。ああ。お、いいの、よし、溶けた。順調じゃん。
でかいもん頭に殴りやすいんでね。ああ。おい、何？お、粉塵？うん、粉塵。ちゅうか、早いよな。もうその、起き上がってから攻撃する瞬間が見えないよ。ほんと、もう目の前来てたもん。ドンって。なんか知らんけど、なんかで6割減った。なんかものすごいたまに減った。いや、俺もなんか減ったことあるよ、こいつ。なんかおかしい。ああ、なんか言ってたね。そうそう、めっちゃ減ったっていう時あってさ。ようわかんないですよ。強化個体なのか。可能性はちょっとあるね。飛躍はうめえぞー。私はこういうものです。ピラン。ああ、ピオラシット。ピオリ落とされ。いいえ、取れましたか？全然ね、画面外だったから。バカ野郎。尻尾振りが避けれる。あ、やばいかも。はい、はい、なんで俺の鎧やばくなった？なんか属性な、いやこいつなんかおかしいんだって。なんか倍、なんか倍、なんかガッサー減るときある。うん、なんかわかんないですよ。こいつの属性、こいつの体自体属性ないし、都心になんでそんな減るかわからないし。甘え許さない。とても大事。うん、水で攻めてえけど、麻痺で動き止めたいんだよな、こいつ。なんかきつい。全部に言ってそうだな。火は絶対けど、きっと麻痺がねえ。おわ、2周目。おわ、あ、ちょ、おー、減る。ごわ、なんやねん、もう。グレープがうめえぞ。よっしゃー、溶けたぞ。人の宝石を名乗ったもん勝ちみたいな。倒した。強いな。尻尾剥ぎ取らないとな。あー、尻尾どこだっけ。どうしたらディスクシステムを剥ぎ取りたい。信号逃がしも吐いたぞ。ハズレですか。B 面も手に入れたぞ。まちゃん、裏面焼いて。はい、500円。安いな。500円だってリスクの書き換え。だから、ね、うん、あのリスクの書き換えマシン欲しいな。売ってんねえのかな。すげえ高いね。多分すげえ高い。動くやつとか、多分高いだろう。はい、500円ね、つって。それってなる鏡焼いて。いいよ。はい、800円ね。ちょい高い。ちょっとぼったくり。300円多分ババアのところがいい。謎の村雨城です。はい、200円ね。やっしいな。
もあれ理論上フロッピーだったから、そういうパソコンとかでもマシンでもコピーできたらしい。1本データ。でも厚さが違うやろ確か、その外側の。あ、そうなの。普通に入っていかないやろパソコンには。自粛してもドライブを抜いてパソコンにつければいい。うん、ああ、ね、はい、500円お、リーズナブルだな。じゃあ続きまして、はい、今日会長だね。久々の割にはね。そうだね。迫り来るあの黒グモ、骨グモ、貝グモ。骨グモではない、ムクログモ。ムクログモ。あれ？あ、こいつのネルスケラアシュのあれか、名称か。うん、そうだよ。そうなのね。そうよ。そのフルフルの下かぶってるからっていう理由だけやけど。なんか妖怪ウォッチ巨人軍バージョンっていうのをこの前聞いたんですけど。全部マイケンのせいにされてちょっと面白い。勝手に優勝できないの？マイケンのせいなの？そう、マイケンのせいなのですって言って、でもそれで済まされて。そんなチーム優勝できねえよもう。今日は広島三連戦とか言って、夢の中で分かったのに。阪神じゃねえんだって。阪神が歌う歌じゃないよ、それなんで。マイケンのせい。マイケンの仕業。そう、マイケンの仕業。じゃしょうがねえやな。ドアハハ。オークスの歌だったら全部ね、松中のセンスでいいんだけどね。じゃあこれぐらいちっちゃくて乗れそうだな。チョコボチョコって。お。お、かわいい。ちっちゃ。の乗れないのかな。ロディオ。プーギーに乗ってるみたいな。うん。降りてこないぞ。降りてこないぞ。何億。おー、身軽、潜った。こっから潜る。どんだけ好きだって。往復だと絶対潜るんだよ。だから、あの、闘技場のやつ、潜られたら、すげえタイムロスだから、もうダメだ。負けかく潜られたら。うん。あれ、あ、死んだ。勝利。じゃ。ててててー。剥ぎ取りとかできんの？剥ぎ取る前に消えちゃったよ。消えた。へへへ、そういう作りできるんだ。おー、じゃあ、あれ、質量を持った残像だったんで。はぁ、F91 やん。あ、乗れた。いい絵が。いい絵、もう見とくから。うん、よっ、よっ、よっ、遠い。よっ、トヨタの初売り。おっと、よっ、それ、鈴木や、それ。いろいろ間違って。よっ。3、2、ミニシュレだ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 、なんか飛んでった。捕まった。忙しいよ、残り2匹ですってどういうことやねんって感じやな。1匹確か残り1匹じゃねえのかよ。でもマイケンのせいだ。おっと、残ってる時間の方が長かったっていう、ね、ほぼほぼあれがダメージだったよな。わー、ビビビビビビ、あれ意外とダメージでか、あれ足の。ボーンって爆発人の。いい映画。吐き取りたい。吐き取れない、吐き取れない、諦めない。わ、でかいの。でき、あ、でかい。
親分。金カートでもこれぐらいのデカさにしてほしいよ、圧倒的にもうアホみたいにでかい。ああ、圧倒的にでかいドスゲネとかやってみたいな。ラオシャンロンかと思ったらドスゲネやってん、横切ってますね。あのステップで横切るか最強だよ、うん、ほぼほぼ死んでいくと思うよ、みんな。よいしょ、お、いいよ。ああ、むずい。黒まだむずい。山に乗っているようだ。いきますよ。ええー。いいよ。いいよ。ボケ金色だなこいつ。いいよ。まひの色だね。うん、あ、本当だ。疲れ忘れてたね、こいつ。まひするんだったね。首だーれだ。頭は首？え？頭は毒でした。うん。頭はほぼほぼ首でしたね。そうだね。打ち取ったりー。リテンの首だね。うん。おお。おお。ドンピシャマヒタロの称号。うん。そして邪魔するマキタロウ。スタン取れない太郎。おスタミナ太郎で。スタン取れ太郎。スタミナ太郎。いや、敵だ。さすがにニューヨークでも追い込んだキングコングだな。うまいことを言う。合わせてきて。好きやもん、あの辺も。私読んだあれをやりたいんだよね。なんて歌舞伎のあのミート、タクを組んで頂戴のやってます。やりたいよね。え、歌舞伎活躍おめでとう。ミート、タクを組んで頂戴のっていうあの。え、何それ誰ミート知らん、田中かなんかいうわけのわからんレズで。パッと田中、うん、じゃない田中さんが、なぜあそこでクロンジョで助かったと思うって教えてくれたあのエセガイジ。どうで顔赤くしてローデスでニヤニヤするだけにしとく。シュッシュッシュッ。三二一。ニヤニヤするだけでいいっていう。どこ切り失敗する。ああブロー。どこ切りといえばこう寝る好きだってことです。うん。繋がった。しまったしまった。無理やり繋いだだけ。しまった。今日の狩りもいい狩りだったな。うん。狩りの話しないからこれまた悪評つくよ。別でネタってもうほぼ誰もわかんない。古典なくこのレベルだろ。置いてけぼり。あ、そうなの？いや、別で知らないよ。だって読む理由がないもん。出会わない。出会わないもん。あ、そう。スタンハンセンとか知らないとまずもうダメでしょ。そもそも入り口が。スタンハンセン知らないの？知らないでしょ、もう今の子。ちょっと説教だな、それ。一旦から置いていかれます。今のプロレスファンはもうそういうんじゃないか。あ、そうなの。プロレスファンでもスタン知らない可能性あるの？あるある。俺だって確かにテッドデビアさんも知らないけど。あ、ミリオンダラーマン。最後、ハンセンタック食って2試合ぐらいで帰っちゃったミリオンダラーマンだ。高級取り。野球の世界だけじゃないんだ。今ボクシングやってるから。おお。なんか人気なんだよな。あのタレントがモジュール機能。モジュール。うん、公共食事券が出たよ俺。妊娠の100が出たから俺はもう。さ、問題です。公共食事券はいくらで売れるでしょう。売らないよ。多分俺たち振り回せないよ。いやいや、売ろうとしたら値段が出たから。いくらでしょう。600。ブブー。まだ高い。1万それ高すぎる。え3000。ブブー、正解は1000でした。何のあれもない。あのクイズにしちゃいけないやつ。クイズにしちゃいけないやつ。
長引かしちゃいけないやつ。引っ張りすぎて、えらいことになる。あ、おんってなっちゃう感じ、ね。おんってやってたんだみたいな。おんってやらなきゃよかったみたいな。先輩だバカ野郎。おんっていう。はい。じゃあね、ね、はい、また機会があったらやりましょうか。もうクエンねえんじゃねえよ。ないよな。あるの配信予定は。はい、なすないなすなすありがとうなすおはようございなすもう夜やっちゃってる